これが今の私のベストではないみたいな、なんか私目線の使い方が全く違うなと思ったんですよね。努力では掴み取れないものを持ってる人っていうのはいるなっていうのは、現場で喋りきれないことをゆっくりと聞いてしまおうという現場で立ち話もあれなんで、第3回ということでちょっと初めてですね、女性のゲストをお呼びしてみました。まあちょっと今回も映画監督をメインに、されている方なので映画の話がメインになると思うんですけれども、またちょっとゆっくり聞いていきたいなと思います。実は地元が同じく土産子で、勝手ながら若干の親近感が湧いている方をお呼びしたいと思います。伊賀氏彩さんです。よろしくお願いします。お願いします。テンション低い。お願いしますお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕の方から自己紹介をさせていただきますが、はい、1996年北海道出身で、映画専門学校卒業制作の解けるがカンヌ国際映画祭のシネフォンダ賞、これあれですよね、学生コンペみたいな、はい、で正式出展されて、その後真っ赤な星で長編劇場デビューされて、そこから、商業映画だったりドラマだったり、まあ、ミュージックビデオだったりというような形で現在に至りますと。はい、大丈夫ですか？はい、人見知りしております。これだから僕とほぼ同い年、96年何月ですか？1月です。あ、じゃあ丸1年ぐらい。あれ96月ですか？もう95年なんですよ。あ、じゃあ95年何月ですかの早生まれです。あれ、じゃあ1個差ぐらいじゃないですか。とキャリア年表ということで、伊賀氏さんのキャリアの部分をちょっとお伺いしてたんですけど、はい、18歳でこう上京されて東邦学園映画専門学校に入学され、これはもともとずっと映画好きとかだったんですか？ そもそもなんで映画の道に入ろうみたいな、なんかそれ、そのご質問って結構よくいただく質問なんですけど、結構その違う、なんていうんですかね、いわゆるその映画めっちゃ見てて憧れてってタイプではないと言いますか、あのそもそも、まあ、ザ映画好きではない、はい、うーん、あのなんか高校の進路相談の時に、はいはいはい、よくある、はい、最初はぼんやりなんか札幌の大学行きますみたいなことをこう言ってたんですけど、うんうんうん、まあなんかその学校の先生になんかやりたいものじゃなくてもいいから、なんかこれならいいかもなって思うものなんかないのみたいなことを聞かれて、うんうんうん、映画ですかねって言って、それは何絞り出した的な感じだったんですか？いやいや、なんか、まあ、興味はあったではあったけどみたいな。そうです、そうですね、あの本当田舎だったので、はいはい、映画館も全然すぐ行けるような場所じゃなかったんですけど、まあ、よくその友達同士で DVD をこう、まあ、そう、僕らの時代そうっすね、はいはいはい、借りて見てて、でなんか、まあ、そもそもそういうなんていうんですかね、興味はあったので、映画すかねって言ったら、じゃあ東京に行った方がいいよって言われて、あ、わかりましたって言って、じゃあその高校の先生の一言がなかったら、もしかしたら今なかった、はい、なかったと思います。でも実際その入学しました、はい、どうだったんですか？いや、 やっぱうまくはその思ったのと違うには違うとは思いましたね。これ4年生ですか？2年です。あ、専門学校、あ、そっか、専門学校ですもんね。そうです、そうです。
じゃあ基本もうなんか他の教養っていうよりかもう映画のことだけ。そうです、はい。まあ、それだとなおさらなんかふわっといくとあれですよね、はい。でまあ、結構 そこであの講師の先生とかに、うんうん、あのコテンパンにされでもあの我が強い方だったんで、はいはい、負けない、はい、みたいな感じで。でもすごいそこで教えてもらったことは結構指針にはなってるかなと思って。でもその時点で他のなんかなんて言うんでしょう、将来のビジョンみたいのはそんなになかったですか？なかったですね。なかった。最初は本当だから監督になろうと思って行ってない。映画関係の仕事、はい、仕事に就、うんうん、きたい、はいはいはい、でこういう部署があるみたいなのを、うん、まあ、学校で知って、いや全部やりたいなみたいな。あ、でもそこで興味はあったんですね。はい、カメラマンとかかなって思ってたんですけど、はいはい、最初でも全部やりたいってなった時に、じゃあ監督なんだ全部やるのはみたいな。あー、なるほど。一個専門でやるよりかは全部やりたいから、はい、じゃあ監督だったらできるかもみたいな、はいはい、なるほど多分特殊うそうっすよね。だからそもそもなんか憧れてた監督がいたとか、なんかそういう感じでもない、うん、はい、入ってから見始めました映画も。あ、学校に入ってから、まあ、ちゃんとこう見なきゃいけない、うんうん、勉強の一部じゃないですけど、はい、そうなんですね。で、そんなこんなで解ける卒業制作、これって学生同士で作られた？そうです、そうです。あのなんで2年生の専門学校2年生の時に学生たちで、卒業制作っていう何本か作るんですけど、うん、はいはい、その中の1本で、それを大体そのピアフィルムフェスティバルとかそういう映画祭にこうみんな出していくんですけど、はいはい、うんうんうん、まあ、その流れでといいますか。うーん、じゃあなんだろう、まあ、カンヌに出すとかっていうその最初から目的があったとかっていうよりかは、まあ、ね、まあ、いろいろ出した中でみたいな、はい、この時ってカンヌ行かれたんですか？行きました。その時はどう思ったんですか？いやもう審査員とかがそもそも、はいはい、ムーンライトっていう、うんうんうん、数年前にアカデミー賞を取ったっバリー・ジェンキンスっていう監督なんですけど、はい、ホラー系の方ですね。その人が、審査員だったんですよ、はい、でその時点で規模違うなみたいな。それはその何でしたっけ、この部門の審査員、が、あ、なるほど、バリー・ジェンキンスと、あと、はい、忘れちゃったな、まあ、そういう名だたる、はい、監督陣が審査員で、まあその、なんていうんですかね、本当ケイト・ブランシェットとかが歩いてるみたいな、近く、まあ、普通にレッドカーペット歩いてるみたいな状況で、はいはいはい、なんかすごい悔しくなったのを覚えてます。逆にめっちゃ謎みたいな顔する。いやいや、どういう悔しさ、いろいろあるじゃないですか。なんか私はその当時学生で、うんうん、はいはいはい、まだ学生じゃないか、もう卒業してるんですけど、はい、21の時は卒業してるんですけど、なんていうんですかね、映画を志してる子供ぐらいな感じなんですよ。はいはいはい、で、まあ、主戦場にいる人たちがゴロゴロそこにいて、はい、でその中にポコなんかポコッと入ってきたみたいな、はいはい、でなんか全然違うなみたいな、その環境もそうですけど、うんうん、なんかやっぱなんていうんですかね、映画がなんか産業ってだけじゃなくてちゃんとアートとして機能してるみたいな感じが、うん、その映画祭全体にあって、うんうんうん、なんか私が日本で見てる景色と違いすぎるだろうみたいな
なんかまあ自分のせいなんですけどなんかめちゃくちゃ悔しくなって何クソみたいな。特にあれですよね、カンヌってそうなんじゃないですか。僕行ったことないんで分かんないですけど、多分アメリカの映画祭よりもなおさら多分ちょっと芸術寄りというか、まあ、多分そうですよね。なんかね、ごめんなさい、ちょっと話もあるんですけど、20卒業してその後ってどうしてたんですか。はい、1年間その学校のなんか先生のアシスタントみたいな部署があるんですよ。はいはいはい、卒業生とかが、はいはい、ありますよね、はい、やるやつ、それを1年やってて、うんうんうん、まあ、それがその20歳ん19歳19ぐらいで多分卒業、ん20歳ぐらいで卒業する、まあ、20歳になるかどうかぐらいの時ですよね、ですけど、うん、それで1年間働いて、でその翌年にその真っ赤直しっていう長編を撮るっていう、はい、どういう経緯というか、はい、いやそもそも長編ってめちゃくちゃお金かかるじゃないですか、はいはいはい、なんかきっかけはあったんですか。まあカンヌに出たっていうのでも当時やっぱその結構頭がいかれてて私がなるほど、いかれてて何ですかやっぱ卒業制作撮りました、解ける撮りました、でその翌年に映画祭に行くわけじゃないですか、その仕上げとかして、はい、撮影して仕上げして、はい、その翌年ぐらいに映画祭を回るっていう流れ、はいはい、ってなった時にその時はそのあれですよね、学校で働いてる最中、うん、はい、いや今だったらもっとうまく撮れるのにみたいな、過去のものが今評価されてるみたいな、はい、感覚といいますか、はいはい、これが今の私のベストではないみたいな、なんか感覚がめちゃくちゃあって、まあ、かね、だからそう、もちろん褒めていただくのも嬉しいんですけどいやまあ本意気じゃねえぞ、はい、っていうなんかこう嫌だなみたいな、これでずっと引っ張られるのが、まあ、自分の名前がこう出ていく、はい、めちゃくちゃ嫌だなと思って早く更新しなきゃみたいな、ああなるほど、感じになったんですよ。でもやっぱおっしゃった通り長編撮るって結構予算もかかりますし、うんうんうん、大変なんですけど、もう気合というかでも本当だから同級生たちみんなちょっとやろうぜって言って集めたりとか、はいはいはい、まあ、いろんな大人の方々にもその映画祭周りとかで知り合った大人の方々もいろいろいたんで、うん、助けてもらいながら無理やり撮ったみたいな、じゃあその時のスタッフも結構その、まあ、学生の時のつながりがほとんど、はい、が多いです。なるほど、なんか桜井由紀さんとかが、はい、まあ、徐々にいわゆるこう、はい、俳優さんみたいな人を起用し始めて、はい、なんか違いとかってあったんですか。いや僕結構なんか仕事ですけど、はい、なんかショートフィルムとかで、はいはい、なんて言うんでしょう、いわゆるテレビ CM に出る、なんて言うんでしょう、エキストラでもないけど事務所から来てるモデルさんとかと、はい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 、俳優さんってやっぱカメラで覗いてる瞬間全く違うなと思った瞬間があったんですよね。あ、なんかそういうのってなんか絶対あるだろうなと思って、はい、それが興味深いです。いやなんか、はい、いわゆるタレントが出てない CM とかあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、特に俳優さんじゃない人ですね、舞台やってる人とかはいいんですけど、はい、あ、芝居をやってない人、芝居をやってないモデル業なんかいるじゃないですか、はい、とそのいわゆる芝居をなりわいにしてきた方で、まあ、特に映画とかそういうの出られてる方はなんかどっから見られてるとか、うん、どっから撮られてるとかにすごい敏感だし、うん、それでなんか一番違うなと思ったのは目線の使い方が全く違うなと思ったんですよね。なんか同じフィックスで、はい、カメラ大したことなくて
ってもなんか絵力が違う、はい、まあ、もちろんその人のこう重厚感とかもあるんですけど、間合いとかそういうのでもなく、なんか静かなシーンで怖っとか思うのがなんか目線なんじゃないかなって思って、そう、なんか去年あの橋爪功さんとご一緒したんですけど、回った瞬間にすごいなと思って、多分なんかそういうのがあったんじゃないかなと思って聞いたんですけど、そうですか、まあ、人による人によるとは思いますけど、今の話はすごい面白かったですね。なんか、なんかその新鮮な、何でしょう、例えば学生に演出するのと、はい、いわゆるそういう俳優さんに演出するのって何か違いとかありました？そんなに基本的には一緒だと思ってるんですけど、やっぱ多分場数とかもあるでしょうし、うんうんうん、きっとあるでしょうし、まあそもそものなんか持ってるもの、はいはい、努力ではつかみ取れないものを持ってる人っていうのはいるなっていうのは思います。天性の、あの出る側の人でってことですね。出る側の方で、はいはいはい、そうっすよね。なんか これはと、なんていうんですかね、生まれ持った花みたいなことっすよね、はいはい、みたいな、うん、確かに。なんか別にそのなんていうんですかね、顔の造形の良し悪しとかの話じゃなくて、うんうんうん、写すとすごくこうカメラで撮るとすごくこう映える人とかもやっぱいるというか、いますよね。います、います。なんかそれってでもあれね、努力なんかどう言っていいのか、はい、あれなのと、なんか別にディスではないんですけど、はい、ドキドキ。いやいや違います、あのカメラ覗いてて可愛い、単純にじゃあ可愛いだとすると、はい、なんか素で見ると意外とそうでもないなって思う瞬間とかもあったりして、はい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 、はい、そういうことっすよね多分ね、はいはい、なんか普段はまあ可愛いなって思っててカメラに映すと抜群になる人みたいな、あ確かにやっぱいるんで、ちょっと話を戻す初めて長編やってなんか大変だった、まあ、もちろんお金とかはあると思うんですけど、いやちょっと大変なことがありすぎてその時っていわゆるなんか例えば資金集めのプロデューサーじゃないですけど、そういう人はいたんですか？いました、一緒に、はい、やってる人はいて、まあ、本当に二人三脚というか、はいはいはい、でやって、でまあなんていうんですかね、もう本当全部やってたと言いますか、あのそれこそその劇場、うん、あ、はいはい、映画館に、うん、まあその配給協力で入ってもらってる会社もあるんですけど、はい、まあそのだから実務はやってもらったんですけ ど、まあ、そこに掛け合うとか企画書持ってって、うんうんうん、この映画館で上映したいですみたいなとかもやったりとか、なるほどして、でこの時はその学校で働きながらやってた、まだこのと撮った時は辞めました。あ、そうなんですね。フリーでやってた。フリーでって言ってもこの時はもう全然他の仕事何もないんで、うんうん、普通にアルバイトしながら。あ、なんか僕あんま分かんないですけど、いわゆるその ルートじゃないですけどってあるんですか？え？なんか周り、いや例えばですけど、はい、なんだろう、広告やってるカメラマンとかだと、はい、誰かの、はい、まあ、撮影部で、はい、誰かについて、はいはい、何年かやって独立するか、はい、ずっと AC でやっていくかみたいな、はい、あると思うんですけど、映画監督になるなんか
売れたもん勝ちみたいな感じなんですかね。でもざっくり言うと二択だと思う。はいはいはい。あの演出部として助監督として現場に出る、うんうんうん、でサードセカンドチーフってやってて、その中でつながりを作って監督デビューする、いわゆるまあ売れてる有名な監督とかに現場に入ってってみたいなことですね、はいはい、パターンか、まあ、最近と言いますかここ20年ぐらいはこっちが多いんじゃないかなと思ってるのは、自主映画で撮って劇場公開までして、そこからこう広がっていくパターンの方。なるほど。それって何だろう、まあ、カメラが例えばデジタルになって撮りやすくなったりしてるじゃないですか、はい、なんかそういうこともあるんですか。まあ、あるとは思うんですけど、でもどうですかね。でもあの8ミリフィルムの時代の監督陣も、はいはいはい、それこそピアとかであの賞を取って自主映画撮って商業デビューするっていう流れがもうできてた気がするんで、ここ30年はもう20年2000年とかに入ってから多分そんな流れもあるじゃないだろうかと思って見てるんですけど、なす、ね、僕なんか 前者のイメージです完全に。あなんか最近それこそ、はい、僕らの業界がちょっと変わってきたなと思ってて、うん、なんかインスタとかでやっぱ作品バンバン出せるから、はい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 、しアルファとか、はい、まあ、それこそこういうカメラで、はい、下手したら映画レベルぐらいの画質撮れるようになって、なんかポンと才能ある子が急に売れ始めるみたいな、はい、なんかここ5年ぐらい、まあ、インスタがやっぱでかいですかね、うーんとか YouTube の進化でかいそれもあると思いますいいのか悪いのかっていうことは多分あれだと思うんですけど、まあ、どっちがいいのかっていうのは。ちなみにどっちがいいと思います？いや、それはそんなことは明言しないですでもどっちにも良さあると思いますし、まあまあまあ、どっちにもメリットデメリットがあると思う。でもどっちも経験するのが難しいから大変ですよね、うん、どっちもやる方もいますけどね。あ、なんかそのいわゆる助監督で何だろう経験積むって大体どんぐらいなんですか、映画監督って。人によるっきりだと思うんですけど、やっぱ10年とか。でもさ、15年ぐらいじゃないですか、わかんないです。二十歳からやったら35ぐらいってイメージあるんです。あ、なんとなく。なるほど。その演出部やっぱ長いっすよね。なんか最近撮影部がめっちゃ若いというか、セカンドに上がるのがすげえ早くなったみたいな話を聞いて、実際僕の周りもそうで、はい、セカンド頼む子が21歳とか22歳とか、あ結構多くて、そこ先輩のセカンドやってるとか撮影部やってる人間も、はい、まあ、アンダー25で固まってるとかで、はい、なんか全体的にやっぱ早まってんのかなっていう、まあ、映画だとちょっと違うのかもしれないですけど、でもその感じはその広告とかミュージックビデオやってるとめっちゃ感じます。うん、若みたいな。映画はやっぱ違いますか。まあでもカメラマンによると思うんですよ。カメラマンが若かったら下がると思うんですよ。まあ、そのまんま、うん、だからカメラマンがベテランだったらそんなことなかったりする。まあそうですよね。なるほど。で24歳頃からドラマ商業映画などなど徐々に依頼が増えていったということなんですが、実際その何でしょう、映画から例えばすぐに監督としての依頼だったんですか、ドラマとか。
演出だけとか。いやでもなんかその真っ赤な星が劇場公開されて、うんうん、でそれをあの見た、まあ、映画館で見た人たちが、はいはいはい、それこそその商業映画 の初商業のノーコロナライフっていう映画やりませんかって、うんうん、あの話をいただいたりとか、そのパルコの、はいはいはい、PR、はい、撮ったんですけど、それもその映画館にいらしてて、でその話が来てみたいな感じで、その映画館で公開 したことによって、そのいろんな人が見てくれて、あの、まあ、話を、そっからお話が、はい、いただけたってことがすごい大きかったです。なるほど。この時もだから、まあ、フリーでいろいろやりながら、はいはい、あでもそうですね、でもこの年はもうこれ全部やってたんで、うんうん、1年でもうこのぐらいからは映像1本で生きるようになりました。はいはいはい、じゃあなんか、まあ、独立でもないですけど、まあ、映像だけで食べていく、はい、なんか24歳ぐらいだった、はい、実際そのなんかドラマと、まあ、もともと映画畑でやってて、はい、まあ、尺が短くなったりとか、はい、ってなんか感じたことって、いやなんか面白いなと思って、もう全然違うんで、はいはいはい、あのまあ最初 そうですね、あのこの年にその最初のマカロニ鉛筆のブルーベリーナイツっていう MV も撮ったんですけど、うんうんうん、それで初めて MV 撮ったぐらいな感じだったんですけど、うんうん、なんか例えばミュージックビデオだったら、あのセリフないから、はいはい、あの映像だけであの伝えなきゃいけないじゃないですか、うん、まあ、ストーリーものだとしたら、うん、とかそういうなんかその映像でどうやってその感情を伝えるかみたいなことだったり、はいはいはい、物語を伝えるかみたいなところのアプローチ、そっちの視点で考えるみたいなの、なるほどっすね、面白さだったりとか、まあ、広告とかだったら、まあ、この商品を売らなきゃいけないみたいな、はい、どういうふうに見せるのがベストなのかみたいな方じゃないですか、うん、だからその脳みそが全然違うっていうか、各その媒体というか、はいはい、あれでなんか それがすごい新鮮でしたし、あの未だにそのまんべんなくやりたいなって思って。ああそうなんですね、はい、なんかセリフがじゃあそのないことでなんか一番障壁じゃないですけど、なんかやりづらかったこととかってある？なんかやりづらかったなとはあんま思わなかったですね。逆に面白いなと思って、あのそれを逆なんか輸入できるっていうか、はい、ああ映画の方、はい、どっちにも輸入なんですか、うんうん、まあ、相互作用して、はい、できるなって思って、はい、じゃあ今実際こうなんかどれやってて楽しいっていうよりかは、はい、いろいろやってるのが楽しい、はい、やりづらなんかも、うん、そうすんで楽しいのかなまあでも映画ってやっぱりこうコンスタントにはできないじゃないですか、はい、CM とか例えばですけど、はい、PR とかだと、まあ、下手したら、ね、2ヶ月とかでプロジェクト終わるものと、はいはい、映画とかだと1年2年単位で動かなきゃいけないものの、はいはい、なんか僕結構長いの苦手で、はい、飽きちゃうんですよ、はいはいはい、だから多分長編とか無理だろうなと思うんですけど2ヶ月が限界だったんですよね僕。一つのプロジェクトに、あなんか撮影し続けるみたいな、あ撮影し続けるのが撮影が2ヶ月が限界だったんですよ、はい、それは何ですか、心がもうね、なんか違うもの撮りたくて、あなんか一個の作品に同じテンションで向き合い続けられないというか、はい、あ
ちょっとなんか遊びたくなっちゃうんですよね。なるほど。なんか本当は通さなきゃいけないのに、はい、なんかちょっと急に手持ちにしたくね、急にテイスト変えるみたいなっていうのをしないとなんか多分飽きちゃう性格なんで、うん、あんまり合ってないんだなと思ったんですけど、なんかそういうのって大変そうだなと思ってて、こういろんな、まあでもどうなんですかね。でもなんか、うん、まだ短期ですごいこう、うん、バッて向き合ってるものの奥にすごいこうロングタームのものがいるわけじゃないですか。はい、それがすごいなと思って。いやでもそうそう、でもなんかうん、なんかもう未だに模索中です。なんか何がやりたいんだろうみたいな、あ、自分として、はい、なるほど。なんかいいですよ。そのスイッチの切り替えみたいなのってどういうふうにできるんですか？媒体のことの、はい、その作品ごとで切り替えできてないと思いますね。ずっと多分、うん、でもその受けたからには全力を尽くすってことは、うん、あのどんな作品でも どんなものでもと思ってやってるんですけど、それがうまくできてるかどうかもちょっと分かんない。なんか聞いてて思ったのは、意外となんか分かんないですけど、そのじゃあ後ろにある長物の何らかの潜在意識のもと目の前にある短いプロジェクトをやると、それはそれでいいのかなってちょっと思ったり、なんかこう分けていくより、はいはいはい、どうなんだろう、どうなんですかね。本当は一個一個向き合った方がいい説も全然あると思うんですけど、絶対的にだって影響はし合いますよね。まあそうですね、ちょっと引っ張られるというか、はい、でもなんかまあ、まあなんか本当にさっき言ったみたいないろんな媒体で全然違う気づきとかがあるんで、あ、これ例えばミュージックビデオで気づいたこと、あ、これいいな、次のドラマでやろうかなみたいなとかもちろんあるんで、それがこう入り乱れてる、まあ、日々入り乱れてるって感じ、はいはい、それなんか例えば映画でこのシーン撮り終わりました、はい、でなんか別の現場で、はい、そこ CM とかミュージックビデオとかで、はい、あ、これいいなと思ってもう一回撮り直したいとかないですか？ないです。あ、それはないです、ね、それはないです。撮り直したいなとは、いや、あんま思わない、しんどいんで。まあ確かに。もうなんか、うん、そうですね、もう多分その時しか撮れなかったりすると思うんで、うんうんうん、特にそのお芝居から絡んだりとかしてあんまないかもしれない。まあ、映像的にはこうやってやればよかったんだとかもちろんありますけど。あ、振り返ってみて。はいはい。まあ、そこで撮り直しまではいかない。いかないです。ちなみになんか映画とか、まあ、うん、何分っていうのもあれですけど、まあ、ドラマとか、はい、そういうのってどこまで絵割りするんですか？